こんにちは、森です。本日は雪割りそうですね。春一番に雪を割って春を知らせてくれる山野草なんですね。まあ、派手な花じゃないけど、なんだろうな、妖精のようにとにかく可愛らしいんですよ。庭がね、こう閑散としてる時期にね、ポッとこう咲いてるんだけど、なんせ目立たないから、もしかしたら我が家でも一番早く咲いてる花かもしれないです。でね、やっぱ木漏れ日の下であるとか、明るい日陰で風通しのいいところがまあ好きなんですよ。自生している状態と同じ環境っていうのはいいっていうことなんですね。ところがですよ、4月中旬は我が家のこのね、雪割り草の上にすごい花にらの群生があるわけですよ。それに覆われてもどこにあるか分かんなくなっちゃう。なので本日花にらを少々撤去させていただきました。これで雪割り草も大丈夫ということで、以上モニーでした。それではまたお会いしましょう。